ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はキャリアモデルのスマホの中で一番人気のモデルである Xperia XZ プレミアムについて、実際に購入された方々の口コミをご紹介したいと思います。まずはデザインについての口コミから紹介します。いい口コミとしては高級感があるっていうものが多いですが、逆に悪い口コミとしてはど真ん中にドコモのロゴがあってダメという口コミも多くあります。ディスプレイについてですが、 4K を活用する場面が少ない、 4K ディスプレイでフル HD を表示する、これは今回紹介している Xperia XZ プレミアムのことです。それよりも普通にフル HD のディスプレイを搭載した端末でフル HD を表示した方が綺麗に見える、そもそも 4K 映像はテレビで見ているという口コミまでいろいろありました。全体的に見るとやはり 4K を活用する場面が少ないという意見が多くありました。サウンドについてですが、まずサウンドには通話の音とスピーカーの音の2つあるんですけども、両方ともいいという意見が多かったです。この辺はやはりソニーのスマホだけはあるのではないかと思います。バッテリーについては帰宅後 60-70% は残っている、動画再生時はバッテリー消耗スピードが他のモデルよりも速くなってしまうという口コミがありました。バッテリー自体の性能はかなり上がっているようですが、やはり 4K ディスプレイを搭載してしまったことによって動画再生時のバッテリー消費がかなり大きくなったのだと思います。レスポンスについては基本的な操作のほか、アプリの動作なども快適のようで、その他指紋認証も高速ということですので、やはりスナップドラゴン835を搭載している端末であって、レスポンスの部分に不満を感じている人はいないようです。操作性についてはややボリューム比が遠く感じるという意見がありました。やはり全体的に大きな端末ですので、ボリュームキーの位置を上の方に持ってきてしまったというのは、ちょっとデザインの面で検討が甘かったのではないかと思います。日本語入力については、PO ボックスというのを Xperia シリーズは代々搭載しているんですが、そこまで悪くはないんですが、やはり A-Talk の方が優秀という意見が多かったです。特に予測変換が微妙なようで、この辺に不安を感じている方が多いのかもしれません。中には A-Talk に入れ替えて使っているという方も多くいらっしゃいました。そもそもこの PO ボックスっていうのは、今紹介したように代々 Xperia シリーズに搭載されている日本語入力システムなんですが、これを開発したのは増井俊之さんという人で、実はこの方は iPhone に搭載している日本語入力システムの開発者でもあります。携帯性については大きすぎてダメっていうことです。男性用のズボンのポケットならなんとか入るんですが、胸ポケットに入れるのは 100% 無理のようです。通信についてですが、 Wi-Fi 感度が悪いという口コミが多かったです。どうやら Wi-Fi の電波をつかみにくい上、一度掴んでも途中で切れてしまうということがあるようです。 Wi-Fi を使って YouTube 等を視聴する方はかなり注意が必要なポイントです。ただ LTE など通常の通信についての不安はあまり見かけませんでしたので、 Wi-Fi を使わない方にとっては通信周りは特に不満に感じる点はないと思います。総評ですが、バッテリーやレスポンス、サウンドなど完成度は非常に高い端末になっています。その一方で微妙なデザインだったり Wi-Fi 接続に問題があったりするので、購入する場合はその辺の不具合も理解しておく必要があります。今回はご紹介しませんでしたが、実はカメラ周りにもかなり不具合が出てます。 Xperia XZ プレミアムのその辺の不具合については別の動画で紹介していますので、概要欄にあるリンクから見てみてください。その他 Xperia についてはフラッグシップモデルの新しいモデルの噂がそろそろ出始めていますので、急ぎでないのであれば次のモデルを購入するのを検討した方がいいかもしれません。今回は以上です。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。